プランクの法則、プランクの法則、プランクの法則とは、物理学における国体から、副射、放射される、電磁波の分光放射軌道、もしくは、エネルギー密度の波長分布に関する公式、プランクの公式とも呼ばれる。ある温度における国体からの電磁副射の、分光放射軌道、全波長領域において正しく説明することができる。1900年、ドイツの物理学者、 マックス・プランクによって導かれた。プランクはこの法則の導出を考える中で、副写状の振動子のエネルギーがあるエネルギー素量、現在ではエネルギー量子とこれているの整数倍になっていると仮定した。このエネルギーの量子仮説、量子化はその後の量子力学の幕開けに大きな影響を与えている。プランクの法則において、国体から副写される電磁波の分光放射器度は、 周波数と温度の関数として、と表すことができる。ただし、ここで、分光放射器度は、放射面の単位面積、立体角、周波数あたりの放射束を表しており、は、プランク定数、は、ボルツマン定数、は、高速度を表す。分光放射器度はの位置にピークを持ち、高周波数においては、指数関数的に、低周波数においては、多項式的に減少する。 また、分光放射軌道、全立体核について積分することで、分光エネルギー密度に関して、と表すこともできる。ここで分光エネルギー密度は、単位体積、単位周波数あたりのエネルギーの次元、単位は J、を持ち、周波数がとの間に存在する、単位体積あたりのエネルギーはによって与えられる。この式を周波数について積分すれば、全エネルギー密度を得る。 国体の副写状は公式体と考えることができ、その場合、全エネルギー密度は公式体の熱平行状態を指定まる状態量の一つとなる。プランクの法則において分光放射器度は波長の関数としてという形で表すこともできる。ここで波長と周波数和という関係式によって結びついている。この関数和の位置にピークを持つ。これは、 瓶の変異速で、より一般的に用いられるピークである。また、分光エネルギー密度についても、波長がとの間にあるエネルギー密度を落とし、波長の関数として表示すれば、と表すこともできる。ここで分光エネルギー密度は、単位体積、単位波長あたりのエネルギーである。周波数範囲、または波長範囲において放射される、放射気度は、 またはの積分として求められる。なお、周波数が増加するとき波長は減少するため、二つの積分では上限、下限が入れ替わっている。次の表に、数式の中に現れるそれぞれの記号の定義と SI 単位、CGS 単位を示す。1859年、キルヒホフは国体が放射する。 国体副上の熱平行分布は温度のみに依存することを明らかにし、その翌年、空洞放射が理想的な国体副射を実現することを示した。それ以降、ある温度における国体副射のエネルギー密度の分布を振動数、もしくは波長の関数として求めることが実験と理論の両面から活発に進められた。プランクの公式以前、国体副射の分布式としては、 デイリー・ジーンズの公式とビーンの公式が考案されていた。ビーンの公式は、ビルヘルム・ビーンが1896年に発表した公式であり、短波長、高周波数領域においては実験データと一致するものの、超波長、低周波数では一致しなかった。一方、デイリー・ジーンズの公式、1900年に不完全な形で、レイリーが発表は反対に波長。 低周波数領域で実験結果と良い一致を示す。ものの、短波長、高周波数領域では合わなかった。マックス・プランクは1900年10月、論文発行は1901年に、ビーンの公式より良い公式を得ようとする過程で、プランクの公式を考案した。プランクによる、この公式は、すべての波長領域において、非常に良く実験データと一致した。次に、 この法則の導出方法を構築する過程で、プランクは物質中の過電振動子の異なるモードについて、電磁エネルギー分布を考えた。これらの振動子のエネルギーが理算的になっていると仮定したところ、プランクの法則を導出することができた。具体的には、エネルギーは振動数に比例するエネルギー素量、エネルギー量子、すなわち、の整数倍の値のみ取り得るということである。 プランクはこの量子化の過程をアルベルト・アインシュタインが光電効果の説明のために光子の存在を仮定するよりも5年前に言っていた。この時点ではプランクは量子化は空洞壁面にあるであろう微小の共鳴子、現在で有原子にのみ適用されるものであり光それ自身が理散的なエネルギーの束や塊を伝播する性質を有して意図は仮定しなかった。さらには プランクは、この過程には何らだ物理的重要性はなく、公式を導くための単なる数学的な道具に過ぎないと考えていた。しかしながら、エネルギーの量子化は、物理学史上初めて導入された量子論的概念であり、その後の量子力学の形成に大きな役割を果たした。プランクによるエネルギーの量子化仮説とアインシュタインの光量子仮説は、共に、 量子力学の発展における基礎となっている。なお、プランクの公式では、国体はすべての周波数の電磁波を放出するとしているが、これは非常に多数の光子が測定される実験でのみ、実際に適用できる。例えば室温における表面積が1平方メートルの、国体は千年に一度程度しか可視領域の光子を放出せず、よって通常の実験などにおいては、 国体は、室温では、可視光線を放出されないといても差し支えない。実験データから、プランクの法則を導出する際などのこの事実の重要性についてはで、議論されている。以下に挙げるように、プランクの法則から、他の国体副社の近似的公式を導くことができる。フォーミュラ1を満たす、高周波数、単波長においては、となり、B の放射法則に前近する。 また、フォーミュラ2を満たす低周波数、超波長においては、となり、レイリージーンズの法則に前進する。また、プランクの法則の周波数、波長についての積分。より、単位面積、単位時間あたりに放出される、副写状のエネルギーが t に比例するというシュテファン・ボルツマンの法則が得られる。さらに、 フォーミュラ3より、プランクの法則の分光放射輝度が最大となる波長を求めることにより、B の変異速が得られる。空道路中の輻射状、電磁場の熱放射は、空道路の壁の物質での吸収、放出を介して、熱平行状態にある。1916年と1917年の論文において、アルベルト・アインシュタインは輻射状が、気体分子によって吸収。 放出されるとし、その過程の議論から、プランクの公式が導かれることを示した。アインシュタインは、ボーアの原子模型で記述されるように、分子は特定の理散的なエネルギー順位を取る、低状態にあり、副写状の放出と吸収により、異なるエネルギー順位に遷移するものとした。そして、放出と吸収の遷移確率を導入し、その詳細釣り合いの条件とウィーンの変異則から、 プランクの公式ボーアの振動数条件が導かれることを示した。なお、この論文の中で自然放出、誘導放出の概念とそれらを記述するアインシュタインの AK 数、BK 数が初めて導入された。原子のエネルギー順位がと理算的な値を取るとすると、温度にあるこの原子の集団において、原子がエネルギーの状態にある確率はボルツマン統計によって、 で与えられる。ただし、は、順位の宿態度、は、分配関数である。よって、エネルギー順位にある、原子数とエネルギー順位にある、原子数の比はとなる。ここで、特定の二順位での副写状の吸収、放出を考える。下側順位にある原子は、副写状の吸収によって、上側順位に冷気するが、その単位時間あたりの選択率は、下側順位にある。 原子数と射強度に比例し、と表される。この吸収過程は誘導吸収と呼ばれる。逆に上側順位にある原子は副写状の放出によって、下側順位に遷移する。放出の過程には周囲に副写状が存在せずとも、生じる自然放出と副社状よって誘起される、誘導放出が存在する。自然放出は、上側順位の原子数、誘導放出は、 上側順位の原子数と副写強度の積に比例することから、下側順位への遷移率はと表される。平行状態では、詳細釣り合いの条件が成り立つことから、が得られる。が、温度の増大とともに無限大になる条件からであり、さらにの関数形であるというウィーンの法則の結果から、とボーアの振動数条件が成り立つ。その帰結として、プランクの公式が得られる。 現代的な観点からは、副写状を熱平行状態にある密子、光量子の集団として扱い、その量子論的な統計性を考慮することで、プランクの公式が導かれる。光子はスピンが1の質量のない坊主粒子であり、坊主統計に従う。坊主統計では、同種粒子は区別できず、任意以降の粒子が同じエネルギー状態を取ることができる。また、その分布は、 ボーズイコールアインシュタイン分布で与えられる。光子の粒子数は原子からの放出、吸収で保存されず、光子に化学ポテンシャルをゼロとする、ボーズイコールアインシュタイン分布を適用すことで、プランクの公式が導かれる。ボーズ統計の導入と、ボーズ統計からのプランクの公式の導出は、インドの物理学者、サティンドラ・ボースによって与えられた。1924年、ボーは、 アルベルト・アインシュタインに手紙ともに論文の原稿を送り、ドイツ語への翻訳と出版を依頼した。ボースはこの論文で、光子の一流指標空間を体積のセルに分割し、各セルの中で光子が取り得る状態数を数え上げ、光子の統計性から国体副者におけるプランクの公式が導けることを示した。この議論の中で、 同種粒子は識別できず、同じ状態を2個の粒子が占められるという性質、すなわち、坊主統計が導入された。アインシュタインはこの論文の重要性を認め、坊主単調の論文として、ドイツの学術史サイトシュリフと FR フィシックで出版した。アインシュタイン自身も、この結果に触発され、この統計性を粒子数が保存される、単元指律を機体に拡張し、 より一般的な形での、ー主イコールアインシュタイン分布を導いた。電動壁を持ち電磁波で満たされた一辺の長さの立方体を考える。立方体の壁では、電状の平行成分と磁場の直行成分はあっては、ならない。箱の中の粒子の波動関数との類似により、場は周期的な関数の重ね合わせとして表される。 壁に直行する三つの方向についての三つの波長、波となる。ここで N は整数である。N のそれぞれの組について、二つの線形独立な解、モードがある。量子論に従い、一つのモードのエネルギー順位はによって与えられる。量子数は、モードの中の公子数に対応している。のそれぞれの組の二つのモードは、スピン1を持つ公子の二つの変更状態に、 対応している。ここで注意すべきは、においてもモードのエネルギーは例ではないことである。この電磁場の真空エネルギーは、カシミール効果によるものである。これ以降、温度の箱の内部エネルギーを真空エネルギーとの相対値で計算していく。統計力学に従い、特定のモードのエネルギー順位についての確率分布は、で与えられる。ここでベータはで定義される。 逆温度である。分母は単モードの分配関数であり、を正しく規格化する。ここでは単一格子のエネルギーである。あるモードにおける平均エネルギーは分配関数によって、のように表される。これは、防水コールアインシュタイン統計に従う粒子の場合の公式である。全格子数に制限がないため、化学ポテンシャルは例である。箱の中の 全エネルギーはあり得る。全単一格子状態についての総和フォーミュラ13に従う。これはが無限大となる熱力学的極限において厳密になり立つ。この極限ではは連続となり、よってフォーミュラ13をイプシロンについて積分することができる。この方法により箱の中の全エネルギーを計算するには与えられたエネルギー範囲に どの程度の格子状態があるのかを評価する必要がある。今、エネルギーとの間にある単一格子状態の総数をと表すとする。ここでは評価しようとする状態密度である。この場合にはと書くことができる。状態密度を計算するためには等式をと書き換える。ここで N はベクトルのノルム、長さである。例以上の整数成分のベクトルフォーミュラ15について、 それぞれ二つの格子状態がある。言い換えると、ある引く空間領域での格子状態の数は、その領域の体積の2倍である。のエネルギー範囲は引く空間ではの厚さの殻に対応する。フォーミュラ15の要素は、符号が正でなくてはならないため、この殻はちょうど玉の8分の1領域にわたる。よって、エネルギー範囲にある格子状態の数はで与えられる。 この式を方程式に代入して終得る。この方程式から周波数の関数、または波長の関数として分光エネルギー密度を容易に導出することができる。ここで、である。このは国体スペクトルとして知られる。これが単位周波数、単位体積あたりの分光エネルギー密度の関数である。さらに、も導くことができる。 ここで、である。これは、同様に、単位波長、単位体積あたりの分光エネルギー密度の関数で、ある。ボース気体とフェルミ気体の計算に現れる。この形の積分は、多重対数関数によって表される。しかし今回の場合には、平形式の積分を、初等関数を用いて表すことができる。方程式において、 と置換すると、積分変数を無次元量の割り算にすることができで、ある。ここで、J はによって与えられる。よって、箱の中の全電磁エネルギーは、によって与えられる。ここで、ボルトイコール L は、箱の体積である。10、これは、シュテファン・ボルツマンの法則ではない。すなわち、国体によって放射される全エネルギーではない。放射は全方向に等しく置き。 またその電波速度は高速、地位であるため、分光放射気度は、である。よって、OL。この式を波長についてのの形式へと変換するためには、O で置き換え、の式を計算する。プランクの法則のグラフの形状は温度に依存しない。よって波長に温度をかけた値を基準として、全放射気度の100分移転を示すことができる。以下の表では、1行目は、 放射気度の100分位、点2行目には対応する波長に温度をかけた値、マイクロメートル計を示した。例えば、20%の2676というのは、0から2676マイクロメートル計が全放射気度の20%を占めるということを意味している。波長と周波数のピークは、それぞれ25.0%と64.6%。 パーセントにあり、表中に、太字で示した。41.8%の点は、波長と、周波数の中間ピークである。これらはそれぞれ、プランクの式のうちが最大となる点である。どのピークを用いるかは応用する場合による。便利な選択は、瓶の変異速による25.0%の波長ピークである。いくつかの目的には、全放射軌道1、2に分ける。 中央値50%の点がより適している。放射軌度は単波長では、指数的に超波長では多項式的に減少するため、光射は波長ピークよりも周波数ピークにより近い。同じ理由により、中間ピークは中央値よりも短い波長に位置する。太陽は、イコール5778系の国体放射体と、する近似が非常に良く成り立ち、 10%90% の100分移転を以下のように表にすることができる。2行目はナノメートル単位の波長である。これは大気の上部に到達する放射気度である。400ナノメートル以下、紫外線の放射気度はおよそ12%であり、一方700ナノメートル以上、赤外線は全体の51%である。大気はこの分布を大きく変化させる。 具体的には大部分の紫外線とかなりの赤外線を吸収し可視光線の比率を上昇させる。一部の物理学の教科書を含む量子理論の説明の多くはプランクの法則の説明において重大な間違いを犯している。この間違いは1960年代よりも前に物理学史の研究者によって指摘されたもの、現状が示しているようにこの間違いを根絶するのは 難しい。ヘル・ゲクラグの論文により、実際には何が起きたのかについての、はっきりした説明が与えられた。広く知られている通説に反し、プランクは光を量子化しなかった。この根拠としては、プランクの1901年のオリジナルの論文と、その中に参考文献として挙げられている彼の1901年、以前の論文が挙げられる。また、 著書セオリーオブヒートラジエーションにおいて、プランク定数はヘルツ振動子を示していると説明している。量子化の概念は別の第三者によって、現在では量子力学として知られるものの中に開発された。この流れの中で次に重要な段階を踏んだのはアルベルト・アインシュタインであった。アインシュタインは光電効果を研究し、光は塊や光子として放出されるだけでなく、 吸収もされるという模型と方程式を提出した。そして1924年、サティエンド・ラボースが、プランクの法則を理論的に導出することができる、講師の統計力学を考え出した。また別の通説に反し、プランクは、死害発散の問題を解決しようとしてこの法則を導いたわけではなかった。死害発散とは、ポール・エイレンフェストによって与えられた用語であり、 国体放射に古典統計力学のエネルギー等配分の法則を適用すると空洞の全エネルギーが無限大になってしまうという矛盾である。プランクは等配分則が普遍的に成り立っているとは考えておらず、よって発散の問題にも気づいていなかった。市外発散は5年ほど後の1905年にアインシュタイン、レイリー卿、ジェームズ・ジーンズによって 独立に発見された。より詳しくは楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。